行います竹見三君委員長、えー、今、世界はまさに新型コロナウイルスの感染拡大で、これをいかにすべての国々がお互いに協力をしながら、このか感染拡大を抑止して、まあ、1人でもその健康を害し、命を落とすことがないように。 今、必死になって多くの国々が国境を越えて協力をしようとしているところであります。このようなときに、今朝北朝鮮が弾道ミサイルと思わしきものを発射したというニュースが入ってきておりまして、私はびっくりいたしました。こうした国際社会の困難な状況の中に、このような 弾道ミサイルなどを発射するというのはこれはもう言語道断であってそれを私は厳しく非難をしたいものでありますぜひ総理のご所見を伺っておきたいと思います安倍内閣総理大臣本日7時34分から7時35分頃北朝鮮の東岸から複数発の弾道ミサイルとみられるものが発射され 日本海海上に落下したものと推測されますが、詳細は分析中であります。なお、いずれも落下したのは、我が国の排他的経済水域 EZ 外と推定されます。また、付近を航行する航空機や船舶への情報提供を行ったところ、現時点において、これらへの被害報告等の情報は確認されていません。え私からは、本件について直ちに報告を受け、 情報収集、分析に全力を挙げ、国民に対して迅速、的確な情報提供を行うこと、航空機、船舶等の安全確認を徹底すること、不測の事態に備え、万全の態勢を取ることの3点について、速やかに指示を行ったところであります。また、政府においては、北朝鮮情勢に関する官邸対策室において、情報を集約するとと,ともに、緊急参集チームを招集し、対応について協議を行いました。 さらにこのあと、国家安全保障会議を開催し、情報の集約および対応について協議を行う予定であります。今般の北朝鮮の行動は、我が国と地域の平和と安全を脅かすものであり、これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、我が国を含む国際社会全体にとっての深刻な課題であります。政府としては引き続き、米国等とも緊密に連携しながら、必要な情報の収集、 分析と分析及び警戒監視に全力を挙げ、我が国の平和と安全の確保に万全を期してまいります竹見啓い君それでは、この新型コロナウイルスに関わる課題に入らせていただきたいと思いますで。我が国はこの感染症といかに戦うか、これはもうグローバルヘルスと言われる分野の中でも、最も世界で大きく、 優先度の高い課題として認識されておりますで、この分野で我が国は実は安倍総理非常に大きな中心的役割を担ってきましたこれは2014年に西アフリカでエボラ出血熱が発生をしそしてこれを踏まえて2015年に今度はユニバーサルヘルスカバレッジがこの持続可能な開発目標の中に位置づけられました そしてその後、最初の G7 のサミットというのが、実は我が国がホストした G7 伊勢志摩サミットでした。したがって、その伊勢志摩サミットの中で、総理ご自身の極めて強いニシダチブで、3つの重要な議題のうちの1つを、こうした保健医療の分野に位置づけて、そして3つの大きな柱を基本とする、この伊勢志摩フレームワークというのをお出しになった。第一が こうしたエブラ出血熱のような危険な感染症に対して、世界が協力していかにそうした感染症に対して戦う、そうした体制を整えるか、で2つ目は、今度はユニバーサルヘルスカバレッジというものをいかに効果的に達成するか、3つ目は、常にこのボディブロのように、感染症の中でも危険な感染症として湧き上がってきている、AMR という多剤耐性菌にどう対処するかでありました。 そして、我が国はまさにこのユニバーサルヘルスカバレージを達成するプロセスの一環として、この危機管理というものに関わる、このプリベンションとプリペアドネスという、まさに準備と予防というものに焦点を当てて、そしてこの危機管理における体制づくりの準備と予防の分野というのは、平時において行われるものであって、 そして、それはまさにユニバーサルヘルスカバレージを達成する一部であると、そしてこのユニバーサルヘルスカバレージと危機管理の体制強化というのは、まさにこの予防と準備というものを通じて結ばれていて、この日本柱をしっかりと世界で充実させていこうという、そういう大きな方針を世界に総理示されました。でこれはまさにグローバルヘルスの分野では、今もう、金字塔になっております。 そして、その中で日本は中心的役割を果たしました。で、今日においてもその重要な役割を果たしていることに何ら変わりがありません。で、加えて、21世紀に入ると、さまざまな感染症が実は発生しました。アジアでも SARS が発生をし、それから m ー r s という、この中東呼吸器症候群というのようなものも発生をしました。そしてさらには5年ほど前ですか。 H1N1、uh, というこの豚インフルエンザというのが新型インフルエンザとして発生しました、しかし、これらの状況を翻って見たときに、我が国における罹患者の数、そして特に亡くなった方、死亡者数というのは、極端に少なかったんです。で、世界の多くの国々がびっくり仰天しまして、なんで日本だけこんな感染症がはこの蔓延したときに、このように死亡者数を 少なく抑えることができたのかということを調べた結果、これはまさに我が国のこの地域医療を中心とする医療制度というものが、実によくできていて、そしてアクセスがしやすくて、そしてまた同時に質が非常に高い、こういった強靭な保健システムというのが日本にしっかりあるから、こうした感染症がこの拡大したときにも、 そこが底力を発揮して、しっかりとその死亡者数等を抑え込むことができるんだという点で、非常に高い評価を我が国は得ています。これは基本、全く今日においても変わりがありません。で、その上で、我が国においてさらに残された課題というのは、そうした強靭な保健システムというものを踏まえて、さらに強固なこうした危機管理体制をいかに、 構築していくかということが我が国の課題であるというふうに私は考えますで、その途上でまさに今回の新型コロナウイルスの感染の拡大が始まったと思いますがこうした状況認識についての総理のご所見をまずは伺っておきたいと思います安倍内閣総理大臣、えー武えー 委員におかれましては、ユニバーサルヘルスカバージについて、えー、まさにこの考え方、日本、そして世界でリードしておられましたことに対しまして、敬意を表したいと思います。今回の新型コロナウイルスへの対応にあたっては、まあ、現在、私を本部長として、えー、全閣僚メンバーとする対策本部を設置をし、同本部とそのもとに置かれた専門家会議のもと、まあ、政府一丸となって対応にあたっております。国立感染症研究所において 実地疫学専門家の要請を行うとともに今般の対応に当たってもクルーズ船を含む複数の事例において専門家の派遣を行っておりますご指摘の通とまあ今後ですねこのさらにこの組織を強化をしていくまあそういう努力をしていくことは大変重要であろうとこう思っております今般の事,例事案対応も踏まえつつ今後感染症の危機管理体制の不断の見直しを進め 危機管理への対応力をですね一層高めていきたいと考えております竹見敬三君<上>。そして、この我が国のこの新型コロナウイルスに関わる今までの対応というものについて、私自身は非常に不当にさまざまな批判が、その内外でも起きていることを非常に残念に思います。でそのの中中でで実際に我が国の中でこうしたこう罹患されて 入院治療をした方々といったようなものが、実際どのようにその後、その症状というものが回復をされておられるのか、実はなかなか今までその情報の公開がありませんでしたが、それを実はちょっと調べさせていただいて、この先週金曜日の時点のこのデータ情報であります、これ、厚労省などから聞いて作ったものでありますけれども。 これ見ますと、大体ですね、この国内事例で、407の PCR 検査の陽性者がいて、すでにもうそのうち76名退院されておられます。また、クルーズ船に関して見れば65、656名陽性者が出たうちに、すでに退院者は245名出ております。したがっててこの両者もも合わせても既に名 まさに300名を超える方々が、こうした我が国の治療を受けて、実際に元気に退院をされて、日常生活に戻られております。こうした力こそが、実は我が国が国際社会の中で評価しているところでございまして、えー、こうしたまさにこうした的確な情報というものを、 私は内外にしっかりと発信していくことが私は必要だと思っております。総理のご所見も伺っておきたいと思います。安倍内閣総理大臣、あの新型コロナウイルスについてはですね、多くの国民の皆さんがさまざまなまあ不安を感じ取られるんだろうと思います。我が国においてはもう連日感染者が確認されている状況には状況にあり、政府としては。 感染拡大の防止のために対策を徹底していく考えであります。他あ議員ご指摘のとおり、クルーズ船を含め、これまで日本国内で陽性と判定された方々のうち、3月7日時点で325人となっている、あのこれ、そことちょっと違うのは、今日さらに、この最新は325人。 のお皆様がす、えー、既にです、ね、回復をしてそして退院をしししてててそ退院おらでれるこれはあまり報道されていないところもございますので、えーまあ、こうしたこともです、ね、しっかりと発信をしていきたいと思っております、また一時、えー、重症状態であった方が、軽症、中程度に改善されている方も、20名程度おられるわけでございます。 専門家によればです、ね、このウイルスに感染しても多くは軽症であるとともに、治癒する例も多いとのことでありまして、議員ご指摘のとおり、このような感染後の状況も、国民の皆様に適切に情報発信していくことは、この感染症を正しく理解をしていただく上でも大変重要ではないかと思っております。引き続き、私も含めて、国民の皆様への正しく分かりやすい情報発信に努めていく考えでございます武見敬三君。 さらに、いろいろあの我が国の少なくとも、今までの危機管理のオペレーションに関わる結果についての評価というものについてまた1つご質問させていただきたいと思います。あの次のお願いします。実は今この罹患された方の数についての国際的な比較表というものを作ってみました。上位8カ国なんです。 これ、上位8カ国を見ておりますと、まあ、中国がダントツで2位、韓国、イラン、イタリアとなっておりまして、でえー、これがその上位の4カ国になります。で、これはまあ,あ、大きく日本とかけ離れた数になっておりますが、次のグラフ、よろしくお願いいたします。で、これは下位4カ国になります。で、この下位4カ国を見たときにですね、これ、 その絶対数で、まあ、ドイツ、フランスが日本を抜いたとか、あるいはスペインがこれから日本を抜きそうだとかいうふうなことも多々言われておりますけれども、日本が今頑張っているのは、この罹患者の数の増加の傾向についてですね、やはり確実に必死になってその抑制をしている。ここれはもうまさにこのクラスター退治 効果が出てきていることを示しておりますしまた国民の皆様のご協力というものが非常に大きいということがわかりますで、3月に入ってから若干この罹患者数が緩やかに今度は伸び始めて上がり始めてきたというところが実は私最も今懸念をしているところでまさに総理もこの状況を正念場だというふうにおっしゃっているわけであります でえー、こうした状況についてのしっかりと具体的なこの報道というものも、私は必要であるというふうに思っているわけでありますけれども、おこうした点に関する総理のご所見も伺っておきたいと思います安倍内閣総理大臣。国際社会において、さまざまな報道がなされているのでございますが、日本の現状を正確に理解していただくとともに、 無用な風評被害を起こさないためにも、海外への正確な情報発信は重要であろうと思います。議員がご指摘になられたように、現時点ではまだ大規模な感染拡大が認められている地域であるわけではありません。今後の徹底した対策により、感染拡大のスピードを抑制することは可能と、こう認識をしております。なお、わが国の国内感染者数については、今はもうすでにグラフ等で、 ご紹介をいただいておりますが、3月8日時点では、えーまあ、先のグラフにおきましては、この中国、韓国、そしてイラン、イタリアというのは非常に高い水準にありますが、それ以外の国々におきましてもです、ねえー、この455名と、まあ、ほぼスペインと同程度となっているわけでございます。えー 先ほど申し上げましたように、感染者が非常に多い中国、韓国、イタリア、イランを除いても、フランスの949名や、ドイツの795名と比較し、相当程度少ない数字にあるものと承知をしておりますし、さらに人口比もですね、人口比も勘案すれば、この数字はさらに小さなものとなっていくわけでありまして、海外の発信については、これまでも取り組んできたところでありますが、政府のみならず、必要に応じて、専門家からも、 発信していただくなど、まあ、しっかりと情報発信に努めていきたいと考えております竹見け三君。う君。そして、こうしたですね、緩やかな伸びを、その日本が3月下旬に入って入り示し始めたという、この状況下の中で、いかにしてこれからこうした、罹患者の増加を抑えていくかと、そしてそのためのクラスター退治とも言われるようなことを、 いいいいかかににに全国で効果的に進めててくかととうことが大事になってまいりまりすで日本の国内といってもです、ね、都道府県ごとに状況もさまざまに異なっているものですから、それらについて、それぞれ地方自治体の協力というものをしっかりと得た上で、実際に都道府県の各知事や、あるいは市町村長といったような人たちには、特段のやはり協力をこれから得て、 そして、より強固な体制を整えていくことが私は今こそ必要なときはないというふうに思います。で、この点で、我が国に関連した法律があるのは、この新型インフルエンザ特措法でございます。で、このインフルエンザ特措法、このアメリカにおけるこのパブリック・ヘルス・サービス・アクトというのがございますけれども、それを、 非常にに似たものになっておりますでアメリカの場合には、各州政府に極めて強い権限を持たしめて、そして警察権だけではない、その州兵をはじめた軍隊の指揮系統も、この知事のもとに統率されるような形で、まあ、強力な権限がその中で、えー、供与されることにがなっています。特に緊急事態宣言を出されますと そうした権能が法的根拠に基づいて発布されるということになっています。で我が国においても、まあ、こうした国内における状況を鑑みて、やはりしっかりと今後の我が国の体制の強化を図っていくということは、非常に重要な時期に入ってきたと思います。この特措法というものについて、えー、これを これから国会においても審議採決をし、いつどういうタイミングで、この緊急事態宣言というものを、どのような条件の下で発布するかということが、大変大きな国民の関心になっているところでもございます。ぜひ、総理ご自身からその考え方をご説明いただければ、幸いであります安倍内閣総理大臣。 新型コロナウイルスにつきましては、未まだ未知の部分が多い中、また一刻一刻と状況が変化する中で、専門家の意見も踏まえながら、前例にとらわれることなく、国民の健康と安全を守るために必要な対策をですね躊躇なく実行していったところであります。他方、危機管理という観点からは、常に最悪の事態を想定し、あらかじめ備えることが重要と認識しています。このため そうした事態も想定しながら国民生活への影響を最小とするために緊急事態宣言などまあもう一段の法的枠組みの整備が必要であると判断し新型インフルエンザ特措法の改正を行うものとしたところでありますき実際国内の感染拡大を防止するためのあらゆる手段を尽くしていく考えでございます委員長竹見慶三君あのこの法律は 民主党政権の時に作られた法律でもあります。で、このような、ま感染症の危機管理について。こうした法律を作られたことについては、私は。今の時点で、改めて当時の民主党政権の皆さんに敬意を表したいと思います。その上で。しかし。この。特措法というものは。極めて。強く。私権すなわち、個人の権利を。 抑制するものでありますしたがって、人権を含めて個人の主権、これを制約する、そしてその極めて強い権限を政府に委ねるということは、我が国の民主主義のもとにおいて、私は極めて常に慎重でなければならないというふうに思います。そしてまた同時に、これらのこの特措法に基づいて、 実際に各都道府県ごとの組長に、この緊急事態が宣言されますと、それぞれの地域に応じた、こうした新型コロナウイルス対治のための計画を策定をしていただき、そして各市町村の組長にも、その計画を通じて、詳細にその対応をお願いするということが可能となります。で、この感染症というのは、本当に見えない敵で厄介でございまして、 これはあの中央でいくら強い支持を脱出したとしても、各地域ごとの特徴によって、感染の仕方が異なります。したがって、そういった個々の地域の特性に基づいて、いかにこれを対峙する仕組みを、それぞれの地域で作りやすく中央で支援するのかというのが、この法律が策定された後の最大の課題になってくるだろうというふうに思います。まあ、その時に まあ、ぜひ総理にご検討いただきたいのは、実際にこの危機管理の体制というものを見たときに、このクラスター対峙一つ取ってみても、このお国立感染研のまさに文書のような形で、日本全国に77箇所あり、そうした地方のおこの感染研究所、そしてここにこの毎年、もう20年近く、 国立感染研では、この実施疫学研修プログラムっていうのをやっておりまして、こういうクラスター対応をするときの,の疫学調査の専門家をですね、毎年十数名、要請してきました。で、こういった人たちが、実際にこうした地方の現場で、実際に保健所と協力をしながら、そのオペレーションをしていくことになります。ただこの この感染研の方の調査研究者にはですね、職務権限がないんですよ。ですから、常にその調査を実施しようとするときには、保健所の署員が同行しないと、実際にそれができないというような課題もございます。ぜひ、こうした、まあ詳細にわたるところはあれですけれども、中央の方から、そうしたオペレーションがスムーズにできるように。 人材を強化する面、さらにこうした資金を投入すること、これら、ぜひご支援をお願いしたいというふうに思います。その上で、改めて、なんでこのタイミングかということについて、さまざまに意見が言われておりますけれども。 私は今このタイミングで総理が決断されることは、タイミングとしても極めて正しいと思います。実際にこうした感染者が徐々にじわりじわりと増え始めている今、まさにこうした体制強化が求められている、また同時にその中で政府の立場としては、やはり常に国民の私権を侵害するということについては、慎重でやらなければならないという基本的立場を 取ってこられたそして、そのことがやはり相まって、今日のこのタイミングになったというふうに、私には思えます。ぜひ、是非そうした観点の中で、今度は実際にこの緊急事態宣言を出した後には、こうしたオペレーションを実施するときには、ぜひ、個人の権利、私権の制限ということについては、 慎重に実際のオペレーションを実施していただきたいというふうに思います。この点についての総理のご所見を伺っておきたい,いと思います。安倍内閣総理大臣、えー。まさにこの今がですね、感染が急速に拡大するのか、収束するのか、その瀬戸際ダウトの専門家のご意見があり、まあその中で急速な拡大を回避するため、国民の皆様にご協力を。 いただきながらさまざ、あ、まな手立てを講じた講じてきたところであります他方危機管理の観点からは感染の急速な拡大といったこの最悪の事態も想定しながら国民生活への影響を最小とすべく法改正を行うものとしたところでございます、えーまあ、委員御指摘のとおりこの特措法においては国民の支援を制約する可能性もあるわけでございます そうしたものにつきましてはです、ね、どのようなそのことによって影響を及ぼすのかということを十分に考慮しながら判断をしていきたいと、このように考えております竹見敬三君、えー。そしてさらにこうした政府には、試験の制限に関わる分野について、慎重にそのオペレーションをやっていただきたいということを申し上げ、立法府の立場でも、 それれを注視していいいかなければならなけばらんだろうと思いますが同時に、国民の皆さん方にお願いをしなければならないのは、やはりお一人お一人がしっかり強い個人として、こうした時点において、どのような対処をしたらいいかということをご理解いただくことです。で、この点、先週、WHO がですね、BeReady、Be 準備しろというキャンペーンを始めました。それは世界のお一人お人人に 対してこのにして展開し始めた、そうしたキャンペーンなんですけれども、これはですね、あの第1がこのセーフティというものでありまして、それは常に自分の身を安全なところに確保しろというのが第1点、で第2がスマートといいまして、これは賢く常に情報にアクセスするよう、 気を使っておきなさいそして3つ目がですね、これがカインドといって、常に親切にお互い、他の人たちのためにも助けようじゃないかという、そういうことであります。私はですね、この,スこのセーフティースマート、それからこのカインドという言葉に象徴された、このキャンペーンというのは、まさに、 今の時点において、日本の国民の皆様にもしっかりとこれをご理解をいただいてで、特にその身の安全というものをご自身でしっかりと確保するご努力をお願いしなければなりませんし、また、政府は適宜適切にですね、やはり情報を国民に開示して、そして国民はその情報に基づいて、それぞれの地域の中で自分の身を守ることの、 そして最後は、カインドというその親切さで、これはまさにお互い助け合うということが、いかにこうした時期において大事かということです。で、この点考えますと、時々ニュースでとんでもない人がいてですね、その陽性だってその認定された人が酒場に飲みに行っちゃったとかですね。 わざと人にうつそうなんてとんでもない人が出てきちゃったり、それからまたあの、中国からチャーター機で帰ってきた人の中にもですね、PCR 検査を拒否しちゃうなんていう人も出てきたりですね、それからこれから、今までにもそうですけど、いろいろ政府が要請すると、その要請に対して、俺は、俺の考えがあるとか言って、自分の,その個人の主張というのをやたら、そういうエゴイスティックに主張されて、 なななかかか協力していいいいただけ方方とかそういう方々が実はいますでこういうことを考えるとです、ね、まあ、ごく一部だと思いますけれども、その多くのやっぱり国民の皆様方とともに、個人個人としてこうした事態にいかに対処するかという、まさに意識を努力して皆様で共有していただくようにすることは大変大事だというふうに思います。 これはあの福沢諭吉が、独立の危害なき者は国を思うこと親切ならずって言ってるの、でまさにこの福沢諭吉のですねこの独立の危害なき者は国を思うこと親切ならずという言葉が、今日もまさにこの感染にいかに対処して戦うかという個人の在り方を考えたときに、 その意味を示していいるように思いますでそこで総理にお尋ねしたい最後の質問というのは、こうした感染症の危機管理というのは、誠に難しいんですが、まあ、初期の判断と、それから出口の戦略をどう策定するかというのが、この入り口と出口が実は非常に難しい。で加えてです、ね、その途中、さっき総理もおっしゃったように、 都度変わる状況にいかに臨機応変に対応していくかということが求められます。でこうした中で、私は何としてでもです、ね、国民の皆様方とこう連携をして、それでこの緩やかに今、上昇しているカーブを何とかして抑え込み、3月の下旬か4月の上旬ぐらいまでには、一応の抑え込みを図っていって、そして4月の中旬ぐらいには、 この出口戦略をきちんと示すでこれはやはり、この抑え込み始めてよかったといって安心してばかりは絶対いられなくて、いかに再発を防止するかっていう戦略が必要ですし、さらには今度は、ダメージを受けた国民生活や実体経済を回復させた上で、どのように安定した経済成長路線に我が国の経済を戻していくか、これもです、ね、やはり出口戦略の中に入ってこなければなりません。 こうした点について、まさに総理がこの危機管理の全体像をどのように捉えておられるのかという点についてのご質問をさせていただきたいと思います安倍内閣総理大臣。あのまさに、えー、感染がこの急速に拡大をしていくのか、収束できるのか、この1、2週間が正念場であるという、この 専門,家をですね、専門家のこの提言を受けまして、我々はあらゆる対策を行っているところでございます。その中で、例えばイベント、全国的なイベントをです、ね、これを中止するように要請をさせていただき、あるいはまた、学校の全国における学校の休業等について要請を行わさせていただいたところでございます。その中ででもちろんこれは政府だけで ここのの状況を克服することでできないいございまして国民の皆様のご協力もお願いをしているところでございます。同時に、その中で国民の皆様には、多大なご負担をおかけしていることも事実であります。現在、当面の対応として、感染拡大の防止と雇用の維持、事業者の皆さんの事業継続に重点的に対応を行うこととしております。第一弾として先般取りまとめた緊急対応策に基づき、 感染拡大防止の徹底に加え、事業者の皆さんに対する5000億円の資金繰り支援や、雇用調整助成金を活用した雇用対策など、必要な対策を直ちに実行しているところであります。また、現在、最終調整中の第2弾の緊急対応策には、感染拡大防止施策と医療提供体制の整備、学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応、 事業活動の縮小や雇用への対応、事態の変化に即応した緊急措置等、必要な対応策を盛り込み、明日にも取りまとめたいと考えています。今般の新型コロナウイルス感染症が、景気全体に与える影響に対しては、26兆円の総合経済対策を着実に実行していくとともに、世界経済の動向も十分に注視しながら、そのインパクトに見合うだけの必要かつ十分な 経済財政政策を行ってまいります委員長武井三君あの厚生省に次、お伺いしたいと思いますあの。先ほどからもお話しているように、こうしたクラスター退治を実際にこの疫学チームでしっかりやっていただくということと同時にです、ね、やはり地域医療、非常に力強いものを我が国は持っていて安心なんですが。 それをどのような形で危機管理の仕組みにこうきちんと組み合わせていくかという、その制度設計が今、本当に大事になりました。すで既にこの感染症などの指定医療機関に対してです、ね、協力をお願いをして、この指定医療機関だけで410、それからあと、結核の病床を持っております医療機関に184。 それで全体で594箇所ありますけれども、それにさらに民間の医療機関も含めて、ご協力をお願いして、今、869箇所までこうした感染症の指定医療機関を設けているというふうに伺っております。でこれらの医療機関の数だけでは、将来的に足りなくなるということも当然想定した上で、これを増やしていかなきゃならないと思います。でこの点にについててどうお考えかそしてさらにですね こ,の中こういった期間はやはり入院治療することを中心にするべきでありまして、検体検査などをするような、こうした外来について、別途きちんと地域医療の中で、そして医療機関を指定をして、そして住民の皆さんがそれをすぐに理解をするような広報宣伝、これらが本当に大事になります。そそしてさらにその上でですねあの今東京都などではです、ね その医師会の中で、各診療所の先生方にかかりつけ医がたくさんいらっしゃいますので、国民の皆さん方にはぜひ、そのかかりつけ医の皆さん方に、事前にまず電話で相談をしていただいて、そしてその相談をして上で、受診をしていただくようにする、そして受診をする場合には、この受け入れ外来側も、その対応を、普通の患者さんとは時差をつけるとか、 あるいは動線を異ならせるような形で対応するということになっていくだろうと思いますこうした地域寮の中での決め物の細かい対応措置を政府としても支持されることが私は今非常に重要だと思いますがこの点についての厚労省のお考えを伺いたいと思います厚生労働,労働副大臣稲津久志君えお答えさせていただきます まあの委員からあの地域医療とです、ね、今後の,その取り組みについてのご質問をいただきました、まずあの今後、指定医療機関と一般の医療機関との関係でございますが、先ほどお話のとおりです、ね、869箇所を今、この受け入れ体制等を整備していただいておりますけれども、その中で今後、一般の医療機関についてどのような 具体的なご協力いただけるか、さらに検討して、そして公表させていただきたいというふうに思っています。それからあの PCR 検査の体制の周知等につきまして、これはあの現在、えー、いわゆる医療保険の適用ということで、今後、民間の検査機関もです、ね、相当数、参画していただいて、充実が図られていくというふうに思っておりますが、まあ、こうしたこともあの具体的に、 さらにですね丁寧に周知をしていく必要があると思ってますので努めてまいります。そしてあの三点目のこの地域医療におけるですね、まあ、いわゆるその危機管理体制に対しての周知あるいは協力ということについて、またあの医療機関の体制どのような形で持っていくかということについてのご質問がありました。あのそのことについてお話をさせていただきたいと思います。あのこの通常の医療提供もしながらですね。 新型コロナウイルスの対策をするということで、大変あの医療機関の皆さんにはご協力いただき、またあの重要な今、時期課題になってきていると思っています。でまず、外来医療についてお話申し上げたいと思いますけれども、あの感染症の診療体制が整った医療機関に、帰国者、接触者、外来を設置をいたしまして、感染疑いの方が一般医療機関の外来を受診しないようにすることで、 通常の医療提供にできるだけ影響が生じない体制を構築しておりますただ一方重症化しやすい方が来院する例えば透析医療機関等につきましてはま地域の感染状況を踏まえて感染疑いの方の診療を原則を行えないまそうした医療機関とするよう都道府県に対して今月周知を行ったところでございますそれからあの入院医療についてでございますが これは一般病床とは別に設置されている感染症病床ではまず受け入れることにしていただいておりますが、あの一般病床で受け入れることが必要になった場合でもです、ね、一定の感染予防策を取った上で、通常の振動に影響のない範囲で受け入れるということにさせていただいております。さらに今後の感染のさらなる拡大も想定をいたしまして、都道府県において患者数の推移を予測し、 通常医療の提供体制を確保しつつ、新型コロナウイルス対応を行う体制整備を進めることといたしております。これは3月6日に、都道府県に対し、患者数の推移の推計やそれに対応する医療機関、病床の設定について、依頼をさせていただいたところでございます。あの議員ご指摘のことを踏まえて、しっかり体制を構築し、周知させていただきます竹見啓生君あの。そしてやはり、我が国のクルーズ船の対応についてですね、 あのいろんな外国のメディアなどから批判的なことが言われておりますので、えー、早く私はもう、このクルーズ船に関わるオペレーション、終わりましたので、えー、これを検証をして、そしてサイエンティフィックなエビデンスもきちんとです、ね、これを発信をして、で今、世界でこういう感染する船があちらこちらで出てきましたので、その日本の経験というものが、 国際社会でも共有されることが大変大事だというふうに思っておりますまたその根拠のない日本に対する批判を払拭するためにも大事だと考えておりましてこのクルーズ船の検証すぐにやっていただきたいんですがいかがでしょうか厚生省の人に聞いて聞きたいと思います厚生労働省健康局長宮崎正則君 お答え申し上げます今般のクルーズ船の対応では、この巨大なクルーズ船の中での検疫作業でありまして、これまでにない大変困難な作業であったことは事実でございます。それぞれの関係者が状況に応じて適切な対応を考え抜き、船内の感染防止策や乗員・乗客の方々の健康確保のために、一つ一つの問題を解決しながら対策を講じ、全員の下船を完了することができたところでございます。 厚生労働省といたしましては、目下の課題に全力取り組んでいるところでございますけれども、今後、一連の今回の対応を整理し、検証を行って、その内容を国民の皆様に適切に伝え、また国外にも発信していきたいというふうに考えております。えその中であの あの外国の今の起こっている例につきましても、議員委員からご指摘ございましたが、3月7日に行われましたの電話会議におきまして、加藤厚生労働大臣からエイサー・ベイ保健長官に対して、ダイヤモンド・プリンセス号対応で得られた知見や経験を直接お伝えいたしました。またた翌3月8日ににには実際にダイヤモンンドプリンセス号に乗船した橋本厚生労働副大臣と地味大臣臣と 務官が、えー、在日アメリカ大使館に対して知見や経験をお伝えしております、えー、引き続きグランドプリンセス号側の状況の変化も踏まえつつ必要な協力を行ってまいります委員長竹見啓子君、えー、もう既に日米間では相当機密な協議が行われているということはもう大変素晴らしいことだと思いますそしてその上で、えー、例えば中国との新たなこうしたその医薬品の共同開発であるとか 知見についてのそ,のそれぞれの共有の仕組みをお互いに作るというような政府間協議も進めていただければありがたいと思いますし、またタイとかシンガポールやベトナムなんかも、ぜひこうしたその臨床知見を共同でやって、そしてそれによって、お互いにこうした新薬の開発に貢献しようというような考え方も持っているようでありますから、日本がぜひそのイニシアチブを取って、こうした機会にまだ、 あ確立していない治療方法というものをこうした治験のネットワークをアジアに作ることによって大きく治験のこの治療方法を確立していただきたいと思います、えー、では以上をもちまして私の質問を終わりますありがとうございました以上で武見啓三君の質疑は終了いたしました 次に高貝恵美子君の質疑を行います。高